後は三振とフォアボール。山本交番投げた、渾身のストレートを見逃す三振。バッターは DH のエリック。ここまで2打席連続三振、空振り三振。最後は147キロストレート。第4球を投げた、打ちました。中野取った、一塁へ送る、アウト。スリーアウトチェンジ。今永三者、ジェイク交番。日本この回は上位打線から始まります。先頭バッターは近藤。投げた、ストレート、外れてフォアボール。ストレートのフォアボール。日本ダイソー。第9、一塁ランナー走った、キャッチャー二塁へ送球。これは悠々セーフ、盗塁成功です。第2球、2球目ストライク、早くも追い込まれています。第3球を投げた、ボール。さあ4球目、直球、空振り三振。ボール球に手が出てしまいました。先ほどヒットを放っている村上、投げました、ムービングファースト、見逃し三振。今日3打数3安打の吉田。第4球を投げました、外角高め、空振り三振。リプレイをご覧。6回さあここは試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターはマーティン、投げました、初球から打ってった。山田ダイレクトでボールを掴んでアウト、ワンアウト。次は5球目、投げました、変化球、空振り三振。バッターは6番マーティン、これが3度目のバッターボックス。投げました、打った、中野ボールを取る、一塁送球、アウト。スリーアウトチェンジ。今永、7回の裏、日本ラッキーセブンの攻撃に入ります。トップバッターは岡本。ここは見逃し三振。先ほどのプレー、バッターは7番山田。投げた、おっと、デッドボール。デッドボールの際、今ベンチから右バッターボックスは8番中村。さあここで勝負に出ました。第2球、投げた、打ちました、いい当たり、一二塁間破った。いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました、投げた、打った、強い当たり、打球はそのまま伸びていく、ホームランだ、ホームラン、スリーランホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった。初球を完璧に捉えました。素晴らしい一発を。今日早くも5回目のバッターボックスを迎えます。第9、打ちました、初球打ち、ピッチャー返し、抜けた、ナイスバッティングです。先ほどからダイソーで途中出場しています、バッター幕原。さあ次の投球、打ったいい当たりだ、抜けた、中継、牧原、いいバッティングを見せました。さあチャンスを広げました、流し打ち、どうだ、これは内野ゴロ、アウト。日本なおもチャンスが続いています。さあ追加点、さあ試合の行方を左右する場面、ここで勝負に出ます。第5球、投げた、マシンで捉えた、ワンバウンド、ヒット、二塁ランナーそのままホームへ向かった。日本この回5点目、10対0、コールド勝ち。村上サヨナラタイムリーで見事勝利に貢献しました。さて本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は10対0、日本サヨナラ勝ちで試合を決めています。
勝利投手は山本。日本今日は素晴らしい戦いでした。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で東京ドームからお伝えしました。